モンブラントラムウェイはフランスのオートイコールサボワ県にある登山鉄道である。車窓からはモンブランを望むことができ観光客に人気がある。また、終着駅ニーデーグルからのモンブラン山頂への登頂や山腹のハイキングコースに至るために便利であるため、登山者にもよく利用されている。フランスの鉄道としては最も高い標高まで到達している。 ニーデーグル駅はトンネル出口にあるフランス国鉄と接続する標高580メートルのサンジルベレバンが始発で標高2372メートルのニーデーグルが終点である。全長は12.4キロで起点から終点までで約1800メートルの標高差を上り所要時間は約1時間である。期間は1000ミリメートル。 ラック式鉄道と粘着式鉄道を併用する。平均勾配は150パーミル。最急で240パーミルである。1907年に部分開業し、1914年に現在の終点にイデーグルまで開通。さらなる延長計画もあったが第一次世界大戦で中断し、以後は再開されなかった。当初は蒸気機関車による運行で、 1956年に電化されたカンパーニュドモンブランが行っている。同社はモンタンベール鉄道や他のスキーリフト等の運営も行う。ありがとうございます。